ですね、沢楽天親王様ですね、沢親王様を祀ってるんですけれども、まあいろいろな暗殺事件の関係で、まあ近親者の、亡くなりの方が出たんで、沢楽親王様たりじゃないかということで、その御霊を鎮めるために、まあここに神社を作ったというような言われがあります。駐車場はね、どこ止めていいのかちょっとなんか上の方に止め、こことね、あの入り口のところに止めるのか、もしくは そこなのかな、なんか7台ぐらい止められるようなこと書いてあったんですけど、近隣の住民の方がいるんで、ここもただちょっと、この段差がねあるんで気をつけてください。そう、なんか一緒ぐらいの時間に来た人どこ止めますかねみたいな。そうなんですよね。椿が咲いてますね、椿が、うちの住んでる地域は椿が3月下旬ぐらいだと思うんですけど、やっぱり京都はね、なんか今日はすごい暖かくて、セーター着てると暑いぐらいなんですよね。隣はお寺さんですね。何寺だか忘れたんですけど、私にお寺のことは聞かないでください。全く分かんない。五味藤九郎の日ですかね。駐車がね、こっち側に、こっから多分ね、駐車していいスペースなんだと思いますけど、一体どこがいいのか、ちょっと、今分からんところあります。ちょっとお駐車先行きますかね、先に参拝されてる方がいて。